はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の二次曲線と直線丸1をお送りします。で、タイトル変わったスタートなんですけど、ちょっとポイントとかはなしで問題1問だけやっていきます。途中式ちょっとね長くかかっちゃうんで1問だけなんですが、なのでここで1回動画ね止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのとか不安なのが不安だったりする場合は、今からね自分が解説やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ねこの問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、タイトルにあるように二次曲線と直線の話をしていきます。まあ二次曲線なんで楕円と双曲線と放物線、今までねやってきましたけど、で、その中でも今回双曲線、こいつと直線の話で共有点の個数について調べていきます。で、共有点の個数の数っていうのはもう別単元でもすでにやっているので、その時とねやること変わらないんですよ。で、変わらないんですけど、一応今双曲線があるので、まあ図ちょっと書いていきましょう。こんなことやってるんだというのを確認してください。で、これは俺の完全なフリーハンドね、双曲線で今右辺がねプラスなので右左タイプになっております。うん、許して。で、あとこっちはね決定してるんですけど、こいつは傾き x、 まあ1だよね。だから右上にこうやって上がっていくのは決まってるんですけど、切片が k になってることによって切片が動きます。で、例えばじゃあ傾き1でしょ、まあほんと原点通るぐらいな、この辺で行った時にはこうやって切片が、ごめん、共有点ぶつかってるとこはないんだよね。なかったり、あとはじゃあこの辺をさ、ここぴったり1個こう接する共有点持ってるようにした場合でも、下接せなかったら共有点1個だよねみたいな。あとはちょっと下の方でこう持ってきた場合、こうやってやるじゃん、ちょっと曲がったけどこう持ってると、で今繋がってないけどこうピーって言うのにいつか繋がる、いつかぶつかるって考えれば、ちょっと俺のこのカーブが悪いんだよね、本当はもうちょっとこういう感じかな、で下の方でこうぶつかると、そうすれば共有点2個持ってるよねみたいな感じで、この切片の場所ここねによって共有点の数が変わると、だからそれについて考えてるんだっていうのをねちょっと思っといてください。この図はひどかったね、申し訳ないんですけど、消しちゃうか。で、やることなんですが、これはもうさっきも言ったように前の前っていうかね、今までやった単元で出てきてるんですけど、まずこいつとこいつ連立方程式でね、1個の文字を消してしまいます。で、今こっちが y イコール x プラス k になってるので、ここの y にこのまま代入してしまいます。そうすると x2 乗マイナス3で y の部分に x プラス k を代入するから2乗イコール3とこうなります。で、整理する、ここからね。で、まあこれ、展開してマイナス3を配るって考えると、これ間違えたくないね、プラス 2kx だからマイナス 6kx プラス k2 乗だからマイナス 3k2 乗、こいつ持ってきちゃいましょう。マイナス3イコール0で、ここまとめるとマイナス 2x2 乗マイナス 6kx マイナス 3k2 乗マイナス3イコール0と。で、これも全部マイナスなのでマイナス処理しちゃいましょう。こうプラス2変えて全部プラス2、符号変えちゃいます。これはイコール0で方程式なんでね、別にやってもまあ問題ないんで、こっちの方が計算やっていきやすいでしょう。ということで、2つの式から1個の、まあね、k は残ってますけど、y が消えて、x の、ね、二次方程式になったと。で、こっから何するかっていうと、共有点の個数っていうのはもう判別式です。懐かしいですね、判別式。d です、d。で、それを先にちょっと調べておきます。で、今回は、x にくっついてるここ。まあ6がね、まあ偶数半分にすることができるので、d よりも4分の d 使っちゃいましょう。一応書いておくと、b' 2乗マイナス ac ですね。d は b2 乗マイナス 4ac、判別式。一番使うのは b2 乗マイナス 4ac なんですけど、ここ半分にできる場合はこっちの方が楽です。b' 2乗マイナス ac。で、b' っていうのはこいつの半分、つまり 3k なので、それの2乗すると 9k2 乗。で、マイナス AC、A は2、C がこれ塊ね。
つまりマイナス2をこれに配るって考えればいいから、マイナス 6K2 乗マイナス6とまとめると下行きましょう、3K2 乗マイナス6とこうなります。でですね、これこのままやっててもいいんですけど、ここでできればこれ3でくくるじゃないですか。ちょ丁寧にやっていこうか。でこうなるでしょ。でこれをね、2っていうのはルート2の2乗じゃないですか。そうすると2乗引く2乗になってるんで、因数分解してしまって K プラスルート2 K マイナスルート2ってしておくと楽になります。この後ちょっといろいろ書いていくんでね。でこっち行っちゃおうか。ポイント書きたかったなぁ。書けるからいけるか。で何するかっていうと、先に青でポイント書いとこう。今判別式やりましたよね。ちょっとポイントのとこは D で書くけど、判別式が正に、判別式が正になったときは共有点が2個なんです。入った？あ、 OKOK、 で判別式がイコール0のときは共有点が1個なので、判別式が負小なり0のときは共有点なし0個です。もうこれが決まってると。だからあとはそれをやっていくだけなの。それがポイントだからね。つまり今4分の D ですけど、これがいい。ちょっとちゃんと書くならこうかな。4分の D が正の時、つまりこれ最初ね、正、つまりこいつが、まあ、ちゃんと書くと三角コ、K プラスルート2 K マイナスルート2が大なり0、この時ね。でこれを解きます。でもこれすぐ解ける。3に関しては無視しちゃっていいから消しちゃって、で、カッコが2個ある。状態のダイナリー0っていうのは、この解、まあ、マイナス2とプラス2が、あ、マイナスルート2とプラスルート2が解出てきますけど、ダイナリー0は後ろに離すやつだから、K、ダイ、あと小なり、マイナスルート2、ルート2、小なり、K と。こん時。つまりこうで、これの時に共有点は2個なんだよって。であとはイコール0、小なり0の時も全部書いていきます。途中式書くんだったらね。で一応入ると思うんでいきましょうか。だから、4分の D イコール0、つまりまあ書くか一応ね。K プラスルート2、K マイナスルート2イコール0で、これを解くと、まあこれもね、解く普通に、まあイコール0なんで解くだけだから、 K イコールプラスマイナスルート2の時に共有点が1個と。で最後3番、4分の D が0、つまり三角コ K プラスルート2K マイナスルート2、小なり0で、これは3無視してしまって、カッコ2個あって小なり0、ここね、こっち向きの時はこの答えイコール0で解いた答えのマイナスルート2とプラスルート2で挟むんだよね、 K をね。だから K マイナスルート2とこうね挟んで、この時は共有点が0個ですよっていう。で、これで終了。で、答えのとこに書くときはまとめなきゃいけないので、まあ、ここを抜粋するんだけど、入るかな？ちょっと頑張るか。ちょっと待ってね。まあ、まとめると、K 小なりマイナスルート2、ルート2小なり、K のとき、まあ、ちゃんと書くならね、共有点。一個じゃない。共有点が2個、あと2行入るこれで、 K イコールプラスマイナスルート2の時共有点が1個、はい。でラスト挟む、 K マイナスルート2とルート2、このね、挟んだ。この時が、
共有点が0個よいしょですよと。あ、入ったね、ギリね。これで終了です。なので、まあ、やることに関しては、こうやってね、二つ式があったら、一個の式にまとめてしまって、あとは判別式でチェックするだけです。で、復習になりますけど、判別式。やった時に、判別式が正だったら共有点は2個です。判別式イコール0が共有点1個。つまり、接するっていう状態ね。で、判別式が、0、負の時は共有点がなしとなりますので、まあ、ここからね、こういう感じで持ってこれるように、ぜひね、覚えておいてください。では今回は高校数学数3の二次曲線と、直線丸1をお送りしました。今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。で次回はですねポイントちょっと次回丸2でねポイントが出てくるんですけど、接線の方程式に関してやっていきますので、もしよかったらそっちの方もぜひ見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。